ナターシャ・ジェーン・リチャードソンはイギリス出身の女優。ロンドン出身。父親は映画監督のトニー・リチャードソン。母親は女優のバネッサ・レッドグレーブ。祖父母は俳優のマイケル・レッドグレーブとレイチェル・ケンプソン。妹のジョエリー・リチャードソンも女優である。彼女が4歳の時に両親は離婚している。4歳の時に父親の監督作品。 遥かなる戦場の早くで出演。ロンドンのセントラルスクール・オブ・スピーチドラマで学び、シェイクスピアの夏の夜の夢やハムレット、友人・オニールのアンナ・クリスティなど数々の舞台に立ち高い評価を得てきた。1984年にグラナダテレビ版シャーロック・ホームズの冒険に出演し注目され、その後本格的に映画デビューし多くの映画作品に出演。 1998年にはサムメンデスが舞台監督を務めたミュージカルキャバレーでトニー賞ミュージカル主演女優賞を受賞。1990年に映画プロデューサーのロバート・フォックスと結婚したが、1992年に離婚。1994年に北アイルランド出身の俳優リアム・ニーソンと再婚。1995年に長男を 1996年に、次男を出産。2009年3月16日に、カナダモントリオールのスキー場でスキーをしている時に、転倒、帰宅後、激しい頭痛が起き、ニューヨーク市内の病院に入院。その後、昏睡状態になり、脳死状態になった。2日後の18日、事故前の本人の希望に従い、人工呼吸器を含めたすべての生命維持装置が取り外され、 ニューヨーク市内の病院で死去45歳没ありがとうございます。